はい、皆さんこんばんは。マサワサノです。お疲れ様です。今日もというか今年1年お疲れ様でございました。また来年もよろしくお願いいたします。ということで今日は大晦日、去年は私仕事だったんですけど今年はお休みでした。で、昨日までね、昨日まで仕事だったんですけど、で今日は、ラジコンをね、朝から作って、で足りない部品とかね、また買い足しに行ったり、そんなことをやって、結局一日気づけばもうね、夜になっております。今年はどんな年だったかと言いますと、大きなことといえば、職場を変えたというところで、仕事をね、業種は変えてないんですけど、職場を変えたということで、前の職場に比べますとね、いささか通勤にかかる時間も短くなったので、そこは本当助かってます。はい。ただ職場をね変えるとまたこうやり方も変わりますしね、その職場の一応こうね、ルールが、やり方が、場所が変わればやり方も変わるので、そういったところをね、また覚えながら、やっております。あとはね、人間関係もね、また一からのスタートなので、そこもね、やっぱり職場を変えるっていうのは、いい面もあれば、またこうゼロからというか一からやり直しな部分もあったりで、大変なところもあります。はい。前の職場は特にこの冬の時期はですね、朝暗いうちから家を出てたんですけど、今はねこの冬でも外が明るくなってから家を出てね、普通に、就業時間、始業時間に間に合いますので、やっぱりこう朝少しねゆっくりできるっていうのはやっぱり毎日のことですから、大いに助かるなと、ありがたいなと思っております。で、毎年ね、去年もかその前もか、毎年この大晦日1年の締めくくりに、こんな話をしてると思うんですけど、螺旋階段のね話をしてるかと思います。人生はまるで螺旋階段のようだなんてね、そんな話を毎年年末にしてる記憶があるんですけども、要はね螺旋階段ってこう同じ場所をこう回っていくじゃないですか。ですからこう見える景色はね、一見一緒なんですけども、ただこうその都度ねこう上に上がっていくので、少しずつこう見えてる世界がね遠くまで見えるというか、こう視界が広くなってくるというか、より全体像が見えるというかですね、階段一段、一周こう回っていくごとに見えてる世界もどんどんこう広くなっていきますよ、まるで人生は螺旋階段のようだなんてね、そんなことを毎年話してたりするので、はい、今年もその話をちょこっとさせていただきました。はい。一方でね、今日私、大晦日ねお休みでしたけども、一方で仕事の人もいるわけでして、で、本当ね、お疲れ様だと思いますけども、明日、元日からね、お仕事の人もいるわけで、いやー、そうなるとですね、本当に、頭が下がる思いです。休みの人がね、こう、あちこち出かけて休みを満喫できるっていうのは、休みの日、出勤して仕事をしている人がいるからの話でしてね、人が何かを楽しむには、誰かのがね、こう、犠牲になってるというか、全体で見ればお互い様なんでしょうけどね。いろいろとこう、休みの日、世間がね、大体休みの日、その日にこう、働いて見える方々ね、本当、ご苦労様です。お疲れ様です。頭が下がる思いです。はい。
というふうで、まあそんななんやかんやとまたね、今年も終わり、また来年明日からね始まっていくんだと思います。はい、また、ね、来年もよろしくお願いいたします。ではでは、それでは皆さん良いお年を。お疲れ様です。ではでは。